皆さんこんにちは、ゲブラ長手です。現在私は八ヶ岳高原農場に来ております。ゲブラ長手で開発されたネメシアメーデル、発売してもう9年目が経ちます。ネメシアメーデルの最大の特徴は甘い香りを漂わすのと、宿根草の血を引く寒さに強く力強いところです。甘い香りを漂わすには太陽が必ずと言っていいほど日に当てることが重要になります。今回はネメシアメーデルの香りの特徴についてご案内したいと思います。ネメシアメーデルは各品種ごとに甘い香りはしますが、個々の品種によって微妙に香りが異なります。木のエレーヌ、こちらも甘い香りはしますが微妙に気品のある香りです。中には柑橘系の香りをするという女性の方もいます。またミッドナイトブルー、こちらの品種もエレーヌ同様気品のある品種となっております。全体的に甘い香りを漂わすのがネメシアメーデル。中でもサーモンピンクですね。サーモンピンクはバニラの香りがします。こちらのモモコ、またグッピーなどはチョコレートの香りをするという表現の方もいます。品種によって個々の香りが異なりますので、売り場でネメシアメーデルの香りを確認していただければと思います。発売以来、個々の品種の重要や人気度を調査し入れ替えしてきましたが、半分の品種が今でも王道品種で人気です。ダントツナンバーワンはこちらのエレーヌという品種です。そしてピンクの可愛らしいモモコ、そしてバニラの匂いが香りが一番強いサーモンピンク、気品あふれるミッドナイトブルー、こちらの4種が発売以来人気を誇る4品種になります。園芸ユーザーさんから支持される王道品種です。別品種でとても希少な世界初、花にストライプ模様が映えるフェアリーマーブルピンクがあります。こちらになりますね。こちらの品種ももちろん香りがあります。これから特徴や発売時期などアップデート予定ですので少々お待ちください。年内の販売はここ八ヶ岳ファクトリーより出荷は終わりました。年明け2月下旬より春用として販売が開始されます。春になり、売り場でネメシアメーデルの香りを楽しみながら自宅で園芸を楽しんでいただければと思います。別の動画で植え方、摘心方法などアップしてますので、そちらでもご覧になっていただければと思います。きっと管理の方法など参考になると思います。本日もありがとうございました。